信中のタレント加藤サリ29が配布されたアベノマスクをブラジャーとして身につけた写真をアップし、賛否を呼んでいる写真。タレント加藤サリ加藤は26日、インスタグラムを更新し、アベマスク届いた。と布マスク2枚が自宅に届いたことを報告。続けて、でも2個てどうしてだろって思ったらこのためだったんだね。ナイトブラにしたよ、と、マスクを身につけた写真を公開し、安倍ちゃん1世帯に2枚じゃ4人家族はどうするの？これ作るのに60億も使ったなら10万支給を増やした方がいいと思う、でも安倍さんありがとう、と綴った。この投稿に、最高、いいアイディア、炎上商法ナイス。あからさまに狙いすぎてていいね、といった声も多数上がったが、本当にありえません。さすがにこれは不謹慎。このマスクを一生懸命作っている方に失礼です。などといった批判も少なからず寄せられた。